そうだよねあれもなかなかいいよえっホちょっと後で話してみるうん <laughs> ねっねえでは <laughs> こんな耳元で話してんのに君じゃないことあるやっぱり君面白いねねえ一緒に抜け出さないあコーラー そんなオーバーな反応したら他の人にバレちゃうでしょでどうかな <laughs> やったじゃあとは任せてああ私そろそろ帰らないと終電なくなっちゃう駅からのバスが早く終わっちゃうんだよえー、やだよ 駅から歩くと1時間くらいかかるもんまた今度飲みに来ればいいでしょはい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 約束約束うんこの時間に1人は危ないああ大丈夫ねあこら何で目背けるの <laughs> <laughs> 2人で帰るから大丈夫 私たちの関係 <laughs> どう思う？<laughs> みんな固まりすぎだって。最寄りが近いだけ。そんな反応じゃ失礼だぞ。じゃあ私たち先に失礼するね。バイバイ。歌えたー。ありがとね付き合ってくれて。 いやー今日はどうしても外せない予定があってさ早く帰りたかったんだけど抜けれる雰囲気じゃなかったでしょそうこの時間に帰ればまだ間に合うかなって感じなのそもそも合コンとか新刊とか大勢がいるとこ苦手なんだよねえ意外そうかな 私って結構インドアな地味めなタイプだと思うけどえみんなから見たらコミキオのギャルだと思われてんのどういうこと私なんてギャルには程遠いよ本当のギャルはさおしんあ,あえっと何も聞かなかったことにしてもらってもいいでしょうかいやえ ねえ、君には抜け出すのを手伝ってもらったししょうがない実はさ私さあの推しが言いてさあ推しっていうのは人に勧めたいって思うほど好感を持っている人みたいなあ少し違うけど好きな人みたいな感じかな あ、これはそんな重要じゃなかったそれでね推しがいるんだけどもうすっごく可愛くてかっこよくてもう心臓なんていくつあっても足りないくらいに胸キュンする子なんだあ違ったあ、えー、そ,その子が最高にギャルしてるんだだから推しにできるだけ近づきたくてこっそり真似してるっていうかね うん本当に大大大好きなんだオタクに優しいギャルって本当にいるんだっていつも驚かされるくらい本当にいい子だねもう本当に可愛いのえ <laughs> 君にも不況しちゃおうえっとねこの子すっごく可愛いでしょ声もすごく可愛くてえ君も好きなのえどの配信が好き あのゲーム配信は間違いなく神配信だったねこれがパッと出てくるってことは君って言えばなかなか昔から知ってるなあやっぱり最近のアーカイブじゃなくてこの配信をチョイスしてくるのはそうかなーってえー、こういう推しの話ができる友達とかいなかったからすっごい嬉しいあそうだこれからうち来ないこのあとさ配信あるじゃん 一緒にうちで見ようよお酒とかも買ってさ二次会的なパーティー的な同じ人を押すの同士仲良くやろうあそれとも同担はちょっとアレだったあっつい嬉しくなって配慮できてなかったねごめん 違う本当に無理してないじゃあ来てくれる <laughs> やったーそれじゃあ急いでうちに向かおうほらほら急いで早くしないと配信始まっちゃうよまずは配信見てその後たくさん語ろうね配信が終わったら。 朝まで語り明かすんだ。<laughs> 覚悟してね。<laughs> 何言ってるの私たちの夜はまだまだ始まったばかりだよ。楽しくなってきた君と抜け出してよかったこれからもよろしく頼むよ、おしともくん。